んじゃ、かくすけです。やっていきましょう。両手いっぱいに芋の花を。前回の後にね、自分の実績を見て気づきました。私、魔人倒してない。魔人倒してないんだ、私って。あらー。あらー。あららら。そっかー。あ、そうか、そうかっていう感じで。え、どこにいたんだっけ、この人。あの先の、一番奥だったっけ。ここの地下5階の、一番奥だっけ。え、どこだっけ。え、どこにいたんだっけ。え、それ覚えてないんだよな。こう来て、あ、これだ。あ、あ、そっか。そっか。これ倒してないの、私。すごいちっちゃくなってたことは覚えてるよ、この人が。あらー。倒してないっけ、私。まあ、倒してないんでしょう、おそらく。なんてこった。なんてことを。順番間違ったね、これは完全にね。おかしいなぁ。でも炎対策はした方がいいか。今また炎に弱い装備に戻しちゃったからな。うん。陶器の方にして。シルクちゃん大丈夫。ミムくんもまあ、ゼロなら大丈夫か。よし。うん、そこにいるのが、あー、しまったなー。前もやらかしたんだよなー、これー。はい、まあ、弱いからいいでしょう。申し訳ないですね、魔人さん。私、すっごく強くなってきちゃった。すっごく強くなってきちゃった。ちっちゃくなるでしょ。挑発して、この人何が効くんだっけ。あー、魔法は、炎向こうね。魔法はあんまり効かない感じね。じゃあ、ゴリ押しのこの3人にはぴったりだな。森ちゃんを呼ぼう。ちっちゃくなって当てられなくなるのよね。これはガードで、3の霧使っとこっか。うん。1つダメージを上げるからね。当てらんない ?64% か。狙い撃ちがいいかな。精神力なくなっちゃうから一回狙い撃ちやってみよう。うん、当てられるかな。あー、当てらんないな。狙い撃ちするべきなのかな。やばい、油断してたな。うーん、そっか。大きくなったタイミングで、あー、しまった。あ、このままいてくれるな。うん、ごめんね、あなたより強い子を先に倒しちゃったんだよ。うん、挑発して攻撃。大きくなるのを待ってもいいね。そっか、ハミングしてないな、今回。あ、当たった。よし、当たった、当たった。ハミングして、うん。当たる。いいぞ。大きくなった。よし、やる気出してきたぞ。大きくなろうとしてるよ。大きいってことは攻撃も強いってことだよ。こっちの攻撃は当てやすくなるかもね。あ、そうなのね。じゃあ、挑発して、3の切りぐらいしていいかもしれないけど、ちょっと、ガードが必要になった時用に構え直した方がいいかな。うわ、大きい！ああ、そうね。よかった。よし。ガード。全体回復やっとくべき。3の切り使っておこう。で、ああ、じゃあ3の切りじゃなくていいな。じゃあ溢れ出る生命力使っといて、でコウモリちゃんを呼ぼう。お、強いぞ。よしよし、溢れ出る生命力使っといてよかった。で3の霧を今使って、で攻撃する。よしよし、あ、ちっちゃくなった。なんてことないな。挑発入れとこう。ちっちゃくなっちゃったか。これガードですね。大丈夫か、コウモリちゃん。あ、大丈夫だな。ガード攻撃攻撃。あ、3の霧強いね。確かに大きくなるね。これは挑発もう一回かけとこう。で3の霧使って構え直して、よし、オッケー。よし、倒せる。あれ？大魔法だよ。威力が高すぎてガードしても防ぎきれないかも。詠唱がとっても長いから畳みかけるか詠唱を止めて。攻撃のチャンスは3回。オッケー。倒せるでしょう。うん、いける。はい、さよなら。いや、3の霧に助けられたかも。ホムラのタバル人。すすだった。すすのタバル人。追加ダメージ。タイプ。片手斧か。火炎威力が魔力依存。あー、魔力依存倍率40。おー、これ、意外と、ジェールさんとか持ったら、攻撃力高いかもね。ルーンの大斧。最大スタミナプラス2、防御力プラス5。ねえ、ちょっとな。斧だ。斧使ってないんだよね。よし、ということで、マシンを倒しました。ごめんね。忘れてて。やった、突破できたね。ごめんね。突破普通にできるところだったのに。鉄格子あげるのを忘れないようにね。はーい、あげよう。ありがとう、優しい。なんだー、完全に忘れていたよ。階段降りる。どこに届く？いやー、いっぱいあったもん。ここよ、ここ来たかったのは。え？知らないぞ。ここよって言ったけど知らない場所だった。壁の色が白い。新しいところ来たよ。やったー。あららら。でも私ってば先に隠しボスみたいなの倒しちゃったからな。よし。うわー、雲だー。ちょっと待ってよー。先に探索しようね。あれ？これボスの間みたいな感じじゃない？ひょっとして。わ、そういうことだ。大量の強敵がいるんだな。そうそう、実績見る感じでもね、もうなんか終わりっぽい雰囲気出してるのに、まだまだボス倒すっていう実績あるなって思ってたんです。思ってたんですよ。そういうことか。ここにいっぱいいるんだな。ワイバーンだ。レベル40が基本的に最高なのかな。ゴーレムね。ゴーレムは絶対叩く方が効くでしょ。お、人がいる。こんにちは。おのおの方、ご無事で。ご無事で何より。あなたか。旅の経過について行く手を塞ぐシャッターが上がっていたので意を決して降りてまいりました。貴殿らはあの炎の魔人も討伐なされたのですね。なんというそうな。手前もあれから鍛錬を重ねまして上界のミイラ男や白毛の熊には勝てるようになり申した。しかし貴殿らにはまだまだ及びませぬ。これからもより一層武芸の修練に励む所存。いやーいいね、君も頼りになりそう。このフロアについて少し物見してまいりましたが、ここには4つの大部屋にそれぞれ1段ずつ合わせて4集団の敵がいるだけのようです。されど見るにどれも強大な相手ですぞ。ご用心召されよ。はい。島内の遺構について、北の街道沿い白樺の林の向こうに打ち捨てられた農耕地帯があるのはご存知かと。その一角に砦の跡をも見つけ申した。丘の上で見つけにくいのですがね。どうやらここより比較的質のいい武具や材木が溜め込まれている様子。この件はそこで運よく発見し手に入れたものに。しかし以前から悪党が根城としておるようで、これがまた強力無比でありまして、貴殿らならば探索あたうでしょうが、その折はくれぐれもご用心を。やった、ロケーション追加。魔人を見逃していただくことでこんなことに。取引がしたい。こたびさらに品目を増やしました。わあ、すごいな。お金結構あるのよ、私。とりあえずこういうものはネズミの着物、どちらかというとリスをかたどったものではないか。みたい。誠にかたじけない。最近は麓で日用品の商いもしておりまして、村人にも喜ばれるようになってきました。手前は騎士より商人の方が向いているのかもしれません。でもなんかね、そんな砦から見つけてきたってすごいこれはリスだな。やぶえもできて詳細もあるなんてすごいじゃないですか。気合の衣。あ、非生物として、あ、獣使いの邪気。だいたい持ってる感じがするな。うん。買うものではないな。出直してまいります。ごめんね、一回リスの置物見たくてさ、戻ったもんだから、ちゃんと購入させていただきましたよ。ここ怪しくない？後で隠し道ありそうだな。階段降りられるね、まだ。音がないよー。なんだー。この向こうが宝物庫のはずなんだけど、とんでもない相手が待ち構えてるね。大災害の毒で突然変異したドラゴンだよ。こういうことたまにあるみたい。またたまにあるの。地中の需要は自らのエネルギーとして吸収してて、相当強力になってるよ。今日中に種までいければって思ってたけど、そういうわけにもいかなさそうだね。今日は一度戻ってきてね。わー、これラスボスかな。レベル45。はー、見えたなー。しかしな、ここにいる敵たちをまずは倒すべきなんだろうな。ということで、くまちゃん、よろしく。君、切るのが効くでしょ。小島の巨大雲、大陸由来の外来種だよ。聖堂に住み着いた時は、鐘の音を一突き止めたって言われてるよ。雲の巣にかかると回避できなくなるから気をつけて。オッケー、回避は全然使っていないのよ。ガード。あ、でも今回はもうお試しですね。チクチクやってみるけど、多分無理よ、この精神力では。ちょっと霧使うの、あ、分かった、召喚は効かないのね。挑発して攻撃、ハミングしたいね。あ、でももうできない、霧使ったから。これはなんだ、子雲の群れね。毒を持たない子雲を複数同時に呼び出すよ。すぐ帰るだろうけど、もうみくちゃにされながらしばらく耐えて。耐えるしかないかな。ジールさんの炎一掃が効きそうな気がするね。ああ、子雲3匹。打撃に弱いんだ。意外。まあ、一つそんな、あ、火炎効かないんだね、意外。ガード、構え直し。まあ大丈夫でしょう。よし、シルクちゃんすごい狙ってくるね。しばらく耐えてなら放置でいっか。ザグさんが向上をしてひたすら耐えてもらえばなんとかなる気がするね。うん。ザグさんの精神力がなくなりそうな気はするけど。今回はピムくんではないかもな。ジールさんの全体魔法を。全体魔法もそんな使う必要ないか。でもさっきの3の霧を使うとしたらピムくんでいいか。あ、1形態、2形態あるな、これは。3形態あるな。網の壁。剣やハンマーのような近接武器で攻撃すると蜘蛛の巣が体に絡まって攻撃を避けられなくなるよ。回避を重視してる人はやや魔法で戦ってね、大丈夫。回避捨ててるんで。よしと、毒してくるね。毒だね。攻撃。ザフさんの自動回復が強すぎるよ。よし、いけ。よし、ガードも攻撃も基本的に前にいる子を狙ってくるかな。間違ったよ。だから別にそんなに挑発とかはしなくて大丈夫か。よし、半分だ。あ、後ろ来たね。挑発すればよかったね。よいしょ。挑発だな、今。挑発チャンス。構え直し。次の段階が弱かったら勝てるな、今回。よし。デーモンに勝つために頑張っちゃったからな。あ、なんだ、致死毒だ。致死性の高い毒だよ。しばらくは何ともないけど、時間が経った後突然体力を全て失うよ。最短で倒して。やばいぞ、それは。じゃじゃじゃんじゃんじゃんじゃらら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 じゃなな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 。これはこれ使うべきかな。火は使おうかな。あ、やばいね。ザグさん狙われてるね。耐えられる？オッケー。39やはり魔力が足りないから普通に攻撃した方が、いやそんなことはない、やっぱりちょっと強かったね。あ、やばあと2ターンで死ぬ。まあでも勝てるね。ちょっとダメだったけど、あ、全力出せる状態ならいけるな。終わったー。ドーン、即死だ。うん、当てる。ドンドンドン。え、なに、あ、ワイバーンの話帰ってこいって言われたもんね。え、なに、誰か来たよー。誰か来て終わった。どうするか、シルクちゃん、ピムくん。うん、さっきの状態でいけるね。あ、生い茂る宝吉。ちょっと見るだけ見てみよっか。もう時間そんな戦うつもりもないし。ここで待ってるよ。この迷宮について、ここはレイダーのアジトになってるみたいだね。内海地域を暴れ回ってかき集めたお宝を溜め込んでるみたい。何かいい装備、見つかるかもね。でも一体一体がこれまでの強敵レベルの強さだから、まずは一戦勝てるだけでも御の字だよ。出し惜しみなく全力で挑んでね。わかった、無理しないようにね。ありがとう。え、曲かっこいいね、ここ。ああ、一回ごとにこういう扉があって戻ってこられるようになってるんだな、きっと。ワンちゃん、パラディン36レベル。用心深いパラディン、装甲は硬いし回復までできるよ。ガードには積極的じゃないみたいだから先に倒すのも手かも。うん、わかった。え、なんだっけ、ジャンプ切り。あ、後ろに攻撃してくるやつか。全力出せって言われたけど、やっぱり精神力温存したくなっちゃうよね。よし、大丈夫。勝てる。かっこいい曲、このステージ。なんとかって何かが住み着いてるっていうのは、このワンちゃん、あ、ピムくん死ぬかなワンちゃんたちの種族が住み着いてるってことかな。盗賊みたいなこと言われてたけど。よし、お邪魔します。かわいい尻尾。献身的なアコライト、ヒーラータイプだよ。毒に過敏になる技で仲間の毒使いをサポートするよ。3の霧にも気をつけて。3の霧怖いね。重装センチネル、防御力ナンバー1だよ。回避は得意じゃないみたいだから、そこが突破口になるかも。工場を一旦やって、ハミングぐらい使っとこうか。ピムくんは後ろ、耐性-20だ。一つ。一つ着火させよっか。よし、強いピムくん。回復する気。あ、向上してくるなぁ。敵に向上、開幕の挨拶だよそうね、向上ね。注目させることで単体への攻撃を全部自分に引きつけるつもりだよ。硬さに自信ありね。うわ、うちのザグさんみたいな人がいる。そっか、まあゴリッとやればいいか。ゴリッとやろう。硬いね、確かに。あ、でも余裕余裕もう回復されるんならきついね、確かに。庇護する気だ。仲間への攻撃を代わりに受けようとしてるよ。しかもガード状態だから決して捨て身ではないよ。まあ、いや、回復されるの厄介だな。あれ、味方への庇護って言ってたけど自分守ってたの？それ何？ガード好き。あ、ガードしながらね。カードの、いやー、工場きついねー。ちょっと3の霧を使った。ダメだ。ガード構え直し、攻撃構え直しで、ここに来て貫きを使ってくると、使う時が来たな。まあ連鎖する稲妻を使えばいいんだけどね。全力で挑んでねって言ってたしな。全力で挑んでいいものかな。うん。あ、両方回復する気だ。結構厄介だね。いやー、防御すごいなー。いやー、厄介。後ろの精神力が切れるのを待つべきかな、これは。うん、無理だ。硬い。あ、3の切り使ってくるのね。この人の防御力ももうなくなりそうだから、サボチャー。あ、しまったー。防御力じゃなくて、この人の精神、手前の人の精神力もなくなりそうだから、工場もあまり効かなくなるでしょう。あ、倒せる。よし、オッケー。これはあとは、あー、貫いてくるねー。違う、あ、そこを貫くね。防御力の影響を受けにくい。一応違うな、これ耐久すればいいんだな。オッケー。よし、いいね。歯ごたえがあっていいですね、このステージ。あ、ちょっと良くないね。庇護しよっか。うん。よしよしよし。長い戦いだったな。よし。してしまいたかったのに、構え直しだ。あ、よし、やれます。お、黒曜石の槍、いいものもらった。槍はありがたいよ。回避がマイナス10の奇跡、消費精神力がマイナス1か。あー、これはシルクちゃんかな、どちらかというと。シルクちゃんもそっか、両手やりか。じゃあザグさんかな。回避はもともと捨ててるのでね。おし、橋を渡る。で、お、やったね。あー、逆転劇のメイスか。フルスイング、ダメージプラス40。さっきザグさんにちょっとメイス持たせた時も悪くなかったから、まだまだ探索の余地はたっぷりありそうだ。あ、よしよし、これでつながったね。さっきの2回分の戦闘を無視できるようになったと。うんうん。ちょっと長くなりそうだけど、まあちょっと、もうちょっとやろうかな。パラディン召喚術式になるね。上級召喚術師、小悪魔を呼ぶし、炎も使えるよ。凍結の魔法で仲間のハンマーの威力を上げるから、そこは本当に気をつけてね。ハンマーはいないね。も、狼の森の衝撃手、網で動きを止めて頭を弓矢で狙うのが常套手段みたい。過敏症になった相手へのピンポイントな毒矢も得意なはずだよ。はーい。壁をしようとしているな。ひとまずは交渉して挨拶して、でシルクちゃん狙われてて、遠距離の方がいいってことだな。火の壁とかしてくるってことはコウモリ。よし、悪魔呼ぶ気だな。ガード、ハミング、攻撃。弓矢さん目の前にいるけど、そうよね、弱いよね絶対。悪魔は呼ばれる。あー、来たな、悪魔の魔法。私も使ったことない。悪魔を、インプを強くする魔法を使ってきたな。あれ？あー、コウモリちゃんが倒してくれたのね。ガード、攻撃。いや、こっち、根元をやった方がいいか。いや。でも、インプはね、いつまでも、いるんだよね。キムくんはガードかな。あ、やばい。オッケー、倒せる。何あれ、魔力捻出。体力の半分を魔力に変換して威力の上がった魔法を打つつもりだよ。次の行動に気をつけて。これはもう先に倒してしまった方がいいでしょう。ちょっと待って。あ、そうよね、そうよね、びっくりした。最後の攻撃までやってくるのか。危険。あー、結局そっかー。レベル上がるたびに、ポイントがいっぱいもらえるわけじゃないのね。着火か、撃ち落としか。わあ、撃ち落としダメージ量すごいね。曲がいい。はあ、そうか。これは苦労するな。一回帰ろう。いい時間だし。終わりにします。次回どっちに行こうかな。どっちに行くのも楽しそうよね。いやー、せっかくちょっと進んだし、ワンちゃんの方を歩き回ってみようかな。で、装備強いの手に入れて、ガツガツガツっと。ボスたちを倒していきましょう。よし。では、今回はこれで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。あ、かわいいゴブリンたち。一緒に飲んでる。